皆さん、こんにちは。ご存知の通り、70歳から80歳の間は、人間の身体が最も早く老化する時期です。しかし、同じ70歳であっても、ある人は寝たきりになり、自分で身の回りのことができず、ただ寿命を延ばすことだけが目的となってしまい、生活の質が低下しています。一方で、他の人はまだ頭が冴えていて、健康診断でも深刻な問題は見つからず、 慢性疾患もなく、生活の質が非常に良好な状態を維持しています。明らかに、誰もが後者のような生活を望むことでしょう。これら二つのタイプの人々の違いは、先天的な遺伝的要因だけではなく、その後の形成要因も重要な役割を果たします。なぜなら、多くの科学的研究によると、遺伝的要因のおかげで健康な人はわずか18%しかいないからです。 この動画では、70歳を過ぎても健康で長寿体質であることを示す5つのサインについてご紹介します。男性でも女性でも、この5つのサインを、持っていれば、あなたも健康長寿のタイプかもしれません。それでは、始めましょう。1.70歳を超えても、1日5000歩歩くことができます。70歳を過ぎた高齢者にとって、最も適した運動はウォーキングです。 これは低強度の運動であり、心肺機能への負担が少ない一方で、全体的な健康に多くの利益をもたらします。日常的に歩く習慣を持つ高齢者は、体調が良く、筋骨関節の痛みが少なく、運動耐久力も運動不足の人より優れています。研究によると、1日あたり約5000歩の定期的な歩行を維持できる高齢者は、健康状態が良く、セルフケア能力が高く、 高齢になっても糖尿病に関連する病気のリスクが低いことが分かっています。逆に、高齢者が歩けない、または歩くのが困難な場合は、筋力低下、心血管機能の低下、さらには慢性疾患などの深刻な健康上の問題を抱えていることを示している可能性があります。2008年にアメリカ心臓研究所によって研究が実施された。この研究では、十五歳から十五歳までの、 道と以上の高齢者を12年間追跡調査し、1日に少なくとも4000から5000歩歩いた人は、心臓病のリスクが30%低いことが判明した。座りがちな人と比べて心血管疾患が多い。さらに、定期的に歩くグループは、歩かないグループに比べて平均余命が12年長く、生活の質も良好でした。これは、高齢者がまだ歩くことができることを示しており、 これは長寿の兆候です。ニコロン70歳を過ぎても、明晰さと良好な記憶力を維持することは、長寿である人の重要な兆候です。思考が迅速で、記憶力が良く、明確な会話ができる高齢者は、生活の質が高く、長生きする可能性も高いことが知られています。この状態は、脳の健康が良好であり、認知機能が安定していることを示しています。特に、 年齢を重ねるにつれて、神経細胞の減少など脳内の対抗過程が進行し、記憶や思考の機能が低下する可能性がある。ため、認知機能を維持することは非常に重要です。一方、70歳以上の高齢者が記憶力の低下を感じ始め、例えば家族の名前を頻繁に忘れたり、自宅への帰り道がわからなくなったり、忘れっぽさから奇妙な行動を取るようになる場合、 それは認知症の兆候である可能性があります。認知症の原因として最も一般的なものの一つがアルツハイマー病であり、これは高齢者に多く見られます。この病気にかかると、独立して生活するのが難しくなり、特別な介護が必要になる場合が多いです。医学的な研究によると、認知機能の喪失は生活の質の低下と密接に関連しており、 寿命が著しく短くなることが示されています。認知症を患った人は、行動上の問題や身体的な健康問題を抱えることが多く、自分で身の回りのことをする能力が低下するため、感染症やその他の合併症にかかりやすくなることも知られています。3.70歳を過ぎても歯が健康で、食事を美味しく食べられること。高齢者にとって歯が健康であることは、 食べ物をしっかり噛んで消化できる能力に直結し、それにより栄養バランスの取れた食生活を維持できるため、長寿につながることが多いです。一方で、歯が弱くなったり、歯を失ったりすると、咀嚼や縁起が困難になり、栄養不足につながりやすくなります。これが全身の健康に直接的な悪影響を及ぼすことがあります。高齢者が特に心配する問題の一つは、食欲不振や体重減少です。 これらの症状が現れると、深刻な病気、例えば癌やその他の慢性疾患の兆候である可能性があります。十分な栄養が摂取できないと、免疫系が弱まり、筋肉量が減少し、病気にかかるリスクが増加します。そのため、長生きして健康を保つためには、歯を健康に保つことが不可欠です。歯が丈夫であれば、高齢者は野菜、ナッツ、 動物性タンパク質などの硬くて栄養豊富な食べ物を噛むことができ、栄養をしっかり摂取することができます。逆に、歯が悪くなると、食事がかいや柔らかい食べ物に偏りがちになり、必要な栄養素を十分に摂取できなくなります。例えば、食物繊維、タンパク質、ビタミンなどの栄養素は、食べ物をすりつぶしたり、柔らかくした状態では十分に摂取するのが難しくなります。 これにより、栄養失調のリスクが高まり、病気に対する抵抗力が低下することにつながります。4.70歳を過ぎると、排尿と排便がうまくできることは、長寿の重要な兆候です。それは体内の多くの臓器の安定した健康状態を反映しているからです。腎臓と膀胱が効果的に機能すると、老廃物が除去され、水分と電解質のバランスが維持されます。また、 健康な消化器系により、体は栄養素を最適に吸収し、便秘や消化器疾患を回避できます。この活動の安定性は、神経系、筋骨格系、その他の器官が加齢によって著しく、弱まっていないことも示しており、全身の健康維持に貢献しています。高齢者が排尿と排便を適切にコントロールできることは、前立腺肥大、尿路感染症、 消化器疾患などの慢性疾患のリスクを軽減するのにも役立ちます。さらに、この能力を維持することは、人生に自信と快適さをもたらし、不安やストレスを軽減し、それによって生活の質と精神を向上させます。例えば、日本の沖縄では、食物繊維の豊富な食事と健康的な、ライフスタイルを維持することで、多くの高齢者が長生きしています。これは、 消化器や排泄物の健康をサポートし、寿命を伸ばすのに役立ちます。5.70歳を過ぎても、心臓と肺の機能が良好であることは長生きの印です。その理由は、心臓と肺が体全体への酸素と血液の供給を確保する二つの重要な器官だからです。健康な心臓は、効果的な血液循環を維持し、臓器に栄養と酸素を供給し、代謝と安定した身体機能をサポートします。 肺が適切に機能すると、酸素を吸収して二酸化炭素を排出する能力が確保され、呼吸バランスが維持され、高齢者によく見られる肺炎や、呼吸不全などの呼吸器疾患の予防に役立ちます。心臓と肺が正常に機能する能力が維持されていれば、高齢者は全体的な健康状態が良好であるだけでなく、身体活動に参加することができ、体力の増強や筋力低下の防止、 生活の質の向上に役立ちます。さらに、良好な心地関係及び呼吸器系は、心不全、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患などの重篤な病気のリスクを軽減します。心肺機能の安定は精神的健康にも好影響を及ぼし、高齢者が健康で、快適に生活の質を高めて長生きできるようになります。第二部、体にこれら4つの兆候が現れた場合、 それは老化が加速し始めたことを示しており、通常は70歳から80歳の後半にかけて現れることが多いです。体が老化を始めると、いくつかの反応が現れますので、注意する必要があります。1、皮膚の状態が著しく悪化する。皮膚は体の中で最も大きく最も敏感な器官であるため、これは老化プロセスの最も明らかな症状の一つです。年齢が上がるにつれて、 肌の弾力と針を維持するのに役立つ2つの重要な成分であるコラーゲンとエラスチンの量が徐々に減少します。この劣化により、皮膚は薄く、弱く、弾力性が低下し、シワやたるみの形成につながります。同時に、体の代謝も低下し、新しい皮膚細胞を再生する能力が低下し、日光や汚染、フリーラジカルなどの環境ダメージから皮膚がすぐに回復できなくなります。 さらに、血液循環システムと皮膚の自然な皮脂の生成も低下し、皮膚が乾燥し、本来の明るさが失われます。シミ、そばかす、乾斑なども、時間の経過と,とともに蓄積される紫外線ダメージによって現れやすくなります。これらすべての要因が肌の若々しい外観を失い、老化プロセスの明らかな兆候となる原因となります。二、骨粗症症、関節痛。 身体が老化するにつれて、新しい骨を作るプロセスが以前ほど早く起こらなくなり、骨破壊のプロセスが増加し、骨密度が徐々に減少します。これにより、骨が脆くなり、骨折しやすくなり、骨粗しょう症が引き起こされます。さらに、骨内のカルシウムや必須ミネラルの量も減少し、骨の構造が弱くなります。同時に、骨と骨が結合し、 体の柔軟な動きを助ける関節も影響を受けます。関節間の干渉剤である軟骨は時間の経過とともに徐々に摩耗し、軟骨の再生能力も低下するため、骨と骨の間に摩擦が生じ、痛みや関節炎を引き起こします。筋骨格系の構造と機能におけるこれらの変化は老化の明らかな兆候であり、高齢者の可動性と生活の質に直接影響を与えます。3. 排尿困難。 便秘。身体が老化するにつれて、膀胱と腸の筋肉は徐々に弾力性と強度を失い、排尿と排便を制御する能力が低下します。高齢者では、膀胱が効果的に収縮しないため、排尿困難、貧尿、残尿感が生じることがあります。特に男性では、前立腺が肥大して尿道が圧迫されることがあります。この問題はしばしば失禁を引き起こし、 生活の質に影響を与えます。便秘は、腸の運動性、食物を消化器系に押し出す腸の収縮のプロセスの低下による一般的な兆候でもあります。このプロセスは時間の経過とともに遅くなり、便が腸内に長く止まるようになり、便が乾燥して硬くなり、排出が困難になります。さらに、高齢者は活動性が低下していることが多く、食物繊維が不足していたり、 十分な水を飲んでいなかったりするため、便秘のリスクが高まります。4. 消化が難しい。年齢を重ねると、胃や腸、肝臓などの消化器官の機能が徐々に低下していきます。胃が生成する酸が少なくなり、食物、特にタンパク質や脂肪を分解する能力が低下し、傍慢感や消化不良を引き起こします。同時に、腸の筋肉も強力な収縮を失い、 腸の運動性、消化器系を通じて食物を移動させるプロセスが低下し、消化の遅れ、便秘、食後の不快感を引き起こします。さらに、高齢者の水臓は十分な消化酵素を生成しないことが多く、食物からの栄養素の吸収に影響を及ぼし、栄養失調につながります。肝臓から胆汁を分泌する能力も低下し、脂肪の消化効果が低下します。 老化の進行を遅らせるために、最も基本的で重要な要素は、バランスの取れた栄養と定期的な運動です。これらはどちらも、長期的な健康維持において重要な役割を果たします。栄養面では、カルシウム、鉄、無機ミネラルなどの必須物質を十分に補給することが、体の生理機能を正常に維持するために非常に重要です。カルシウムは骨を強化し、骨粗症症を予防するのに役立ち、 鉄は赤血球の生成をサポートし、貧血を予防し、体の健康と、抵抗力の維持に役立ちます。牛乳、豆類、緑色野菜、魚介類などのカルシウムと鉄分が豊富な食品を食事の中で優先的に摂取する必要があります。さらに、定期的な運動も同様に重要な要素です。科学的研究では、筋力を維持し、アクティブな柔軟性を高めるために、 ウォーキングなどの穏やかな運動とレジスタンストレーニングを組み合わせて、少なくとも週に3回、毎回約30分間運動することが推奨されています。これらの活動は、身体的な健康を改善するだけでなく、精神を強化し、ストレスを軽減し、生活の質を向上させ、それによって老化のプロセスを恐らせるのにも役立ちます。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、 1>, 1とコメントしてください。そうでない場合は、0とコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。